有本香里氏。日本はスクリーミング機能を失ったんだろうか、がネットで話題。内容はこちら。有本香里氏が、日本の人選について疑問を呈しているようです。では、有本香里氏の発言を見てみましょう。有本香里。この人といい、KK といい、日本はスクリーミング機能を失ったんだろうか。おっしゃる通りです。明らかにスクリーミング機能を失っているように感じます。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。本当にそこが不思議ですよね。小山田さんの過去なんて、ググれば小学生でも調べられるレベルの有名な話なのに、それを知らなかったでは済まされないはずです。森さんの出現祭り、ロゴの盗作、スタジアムのデザインなど、散々揉めた経験は何も生かされなかったと思うと、とことん不思議な組織です。普通は失敗を次に生かすはずなのですがね。しかしなぜか、五輪絡みは、やることなすことうまくいきませんね。次はこちら。森元会長時のことを思い出しました。なんか素直に喜べない人たちいるのかと。まず、スクリーニングする人をスクリーニングで選ぶ必要がありそうです。スクリーニングする人をスクリーニングで選ぶ。今の日本には、それが必要なのかもしれません。情けない限りですよ。次はこちら。辞任を待たなければならないところが、また情けない。遅い。結局こうなるんだから、スパッと潔くやめておけばいいのに。小山田氏が自ら辞任をしなければ、組織委は小山田氏をそのまま起用する気満々でしたからね。もしもそのまま続投していたら、世界からどんな目で見られていたか、なんともずれているとしか思えません。最後はこちら。ちょっとネット検索すれば、評判くらいわかりそうなもの。こういう人に、よりによってパラリンピックの楽曲を由来する組織委員会のガバナンスに呆れるばかり。この話題は2000年代初頭からネットで問題視されていました。ちょっとググれば出てくるんですけどね。ここまで来ると呪われた五輪だ。もっと悪いことが起こりそうな気がしてきた。一般人でも検索すればその人の問題をリサーチできるような気がしますけどね。多額の税金が動いているのです。いい加減な仕事をしないでほしいですよね。東京オリンピックに関しては、エンブレム盗作から始まり、スタジアムのデザイン、衣装デザイン、楽曲などなど、スムーズにいった試しがありません。東京五輪組織委員会は、そんなにネット弱者ばかりなのでしょうか。ある程度実績のある人であれば、ネットで検索すれば、その素性はある程度わかるはずです。もしかして人選について、何か利権でもあるのでしょうか。そうやってついつい疑ってしまいますよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。